島選手左肘関節内側側副靭帯損傷で、まあ、ドクターストップになってしまってあのコアなハードコアのファンからすると今なり真島っていうのはあのすごくこう今回注目をされてたカードなんで残念ではありますが真島選手が出れないというそういう状況をあの受けて今回急遽 あの鈴木千尋選手が今成選手と戦ってくれるとこの週末名古屋大会は鈴木千尋 VS 今成で、えー、カード変更をまず発表させていただきます、はいえー、そうですね今回急遽決まって、まあ、用意してきたんですけど、まあ、やっぱりこのなんていうんですかこうファイターでいる以上は常に戦えるように自分自身用意しているんで、まあ、なんか よく言うじゃないですか、試合、急遽決まる人は練習期間がとかあの練習量が足らなかったとか言われると思うんですけど僕、全くそういうのなくてむしろうーん、すごい調子よくていつ,もいつも以上に多分パワーが出せると思うんでう今回、今井選手僕が KO して、えー、もっと上のステージに上がれると思うんで、なので皆さん楽ししみにしてください。はい、はありがとうございました。